最終的には飲料メーカーに行くんですけれども、ES の通過率っていうのも本当に格段に上がったので。どうもこんにちは、春大槍メンバーのバラバツです。今回の企画はですね、なんと初めての内定者訪問企画ということで。いや本当嬉しいですよ。僕今日もこのために来たんですから。よかったです。ということでですね、今回来ていただいたのがサマーインターンに60社エントリーして3、4社ぐらいの通過からのなんとメーカー大手4社に合格をされた日大の菅さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回はサマーインターンから逆転劇とか、具体的にどんなことを対策してきたのか、ということをお聞きできればと思います。ということで簡単に自己紹介を改めてお願いします。日本大学経済学部4年の菅晃生と申します。最終的には飲料メーカーに行くんですけれども、食品であったり化粧品メーカー中心に見ていました。で最初は幅広い業界を見ていたので、その業界のことであったりとか、また自分も、学歴もそんなにないですし、たくさん失敗もしましたが、そこからどういうふうに乗り越えていったかのようなお話はできるんじゃないかなと思っています。今日はよろしくお願いします。めっちゃ目キラキラしてるじゃあお二人も自己紹介東京農業大学3回生の中村海斗と申します。本日はよろしくお願いいたします。東京大学英語学科3年の高橋鈴香です。本日はよろしくお願いします。まさに今9月とか10月ぐらいの時期で、ちょうどサマーインターンが落ち着いてきて、本選考に向けて対策しようっていう段階だと思うんですけど、具体的にどうすればいいのかってなかなかわからないじゃないですか。そうですね。そういったところを聞きたいです。はい、なんか最初に聞きたいことをもしあれ、今何すればいいんだろう9月何すればいいか教えてください。人それぞれ苦手なことってあると思うんですけども、それをまず分析して改善していくこと、比較的落ち着いている時期なのでやった方がいいのかなと思ってます。で具体的に僕はエントリーシートのブラッシュアップとウェブテストの勉強っていうのをしてました。その夏失敗しちゃったことを振り返った時に、僕結構正直ちょっと ES うまく書けてるなって少し思ってたんですけど、いろんな人に見てもらったらまだまだだよって言われたりしたので、今比較的落ち着いている時期はそのガクチカであったりとか自己 PR よく聞かれることをいろんな人にアドバイスもらいながらブラッシュアップっていうのを今してました。あとはウェブテストの回答率ももっと上げたらあと少し通ったのかなみたいな思いもあったので、本を解くなりいろんな企業さんのウェブテスト受験したりなどして、僕は ES とウェブテストの勉強を対策してました。この ES ブラッシュアップっていう話があったんですけど、どういうふうに改善されましたか？いろんな人に見てもらうっていうのを意識していました。サークルの先輩であったりとか同じ就活生であったりとか、あとはたまにマッチャーっていうアプリ使って誰かに話聞いたりとかをしてました。なかなか自分じゃ気づけない視点って多くあると思うので、いろんな人にアドバイスであったりとかいろんな人の視点を取り入れることがすごく大切だなって感じたので、同じ23卒同士でもいいですし松原さんでもいいと思いますし、なんか他の人の視点を入れてどんどん改善していくっていうのが大切なんじゃないかなって思います。相手に対してもっとこうした方がいいんじゃないかって自分が言ったとして、じゃあ逆にそれって自分ができてるのって言われたらそうでもなかったりしたりする部分があると思うので、相手にギブしながら自分もなんか学べたりすると思うので、なんか同じ就活生同士やるっていうのも僕は結構いいんじゃないかなって思ってます。菅さんって結構いろんな幅広い業界を見てらっしゃったと思うんですけど、その中で絞り込んでた時に軸としてたものについてお聞きしたいなと思ったんですけど、軸としていたのは昔から何が好きだったんだろうっていうところを自己分析の中からまず考えて、昔からものを自分で考えて作って相手に届けるっていうのが好きでした。なので将来はメーカーに携わりたいなって思って、この自分の学生時代の経験からなんか食品がいいなと思ったので食品メーカーというのを中心に受けていました。学生時代にあった経験から食品業界って具体的に教えてもらってもよろしいですか？よく僕が学知課で話していたことが、飲食店で商品企画を行ったことがあって、それが結構自分の中で人生で一番嬉しかったなと言いますか、大きかったなと思っていて、食を企画して作って相手に届けることの喜び楽しさっていうのはそれなりに知っているつもりなので、その体験っていうのを今後もしたいなと思って食品メーカーがいいなと思いました。自分の知らない企業は就活生にとって認知度の低いけど実はいい会社って、そういう穴場みたいなところでどうやって見つけるのかなって
お聞きしたいです。アンテナを誰よりも張るっていうのはすごく意識してました。やはりその、まあ、学歴が他の人に比べてそんなにない分、先輩だったり OB の、まあ、縦のつながりっていうのは悩んでいた部分でもあったので、まずはそのいろんなアンテナを張るっていうのを意識してました。で例えばじゃあ CM で企業を見た時に知らない企業なくすとかでもいいですし、スーパー行った時にこの食品どこなんだろうって見てみて、この食品会社知らなかったなとかでもいいですし、なんかそういう風に身近なところから調べていくとか、 SNS とかよくチェックして誰かがどこどこエントリーしたみたいなところは必ず追うようにして、まあ、みたいな感じでアンテナは常に張ってました。自分の興味あるところから広げていくと、興味あるところから始まっているので結構楽しく広げられたりもすると思うんで、いいんじゃないかなと思います。すごい話せと思うんですけど、すっごい話の上手いですよね。どうやって練習したんですか？友達もそうですし、先輩もそうですし、まず面接練習っていうのは多く行いました。あとはなんか話し方とかロジカルシンキングみたいな本とかを僕は少し読むようにしていて、もともとうまく話すとか言語化とかはちょっと苦手意識があったので、そこを改善してやろうっていうのも就活の一つの目標だったので、どういうふうにしたら相手が伝わりやすいのかっていうところ、最初は少し抽象的な部分結論から入って、じゃあ次具体的な話言って、まあ、最後にまた結論言うみたいな構造的な部分とかを学んだりとか、そういうのを意識して、あの毎回面接練習とか行っていたら、話うまいねとか伝わりやすいねって言われるようになりました。最初から超パーフェクトっていうよりかは、経験を何度も積んで何度も積んで今の状態になってる。多分勇気もらえますよね本当に。本っていう話があったんですけど、何の本ですか？具体的には紫のロジカルプレゼンテーションっていう本を僕は読みましたね。人は話し方が9割とか最低ちょっと読んでたりとかしますね。ちなみに、はい、その9月はまだ余裕があるから、今自分が苦手としているものをこうレベルアップさせるっていうことだったと思うんですけど、はい、10月ってこう結構水面下で大手企業の選考始まったりとか、はい、あとはベンチャー企業とかだと選考始まるタイミングだと思う、うん、はい、それに向けて何をすべきかっていうところはありますか？まず早期選考に乗れるのであれば、ぜひ面接練習っていうのも同時並行で行ってほしいかなって思います。僕もそのサマーいくつか行けた中で早期選考乗れた会社さんがいくつかあって、それで10月に初めて早期選考を受けました。でそれにあたって面接練習とかもしたので、まあ、もしその選考が控えているのであれば、面接対策もこれから9月とか10月に行うっていうのも結構いいんじゃないかなって思います。さっきサマーで早期選考に乗れた人はってお話があったんですけど、はい、行けなかったんですけど、結構周りサマー行ってる人いて、サマー行かなかったらやばいみたいな、いろんな YouTube で言われてるじゃないですか。大丈夫かなってすごい心配になるので、サマー行かなくても大丈夫なのかっていうところをお聞きしたいです。全然問題ないと思います。これからしっかりと頑張っていけるかどうか、これがすごく大切だと思うので、次のインターンシップに向けて ES のブラッシュアップであったりとか Web テストっていうところを頑張っていただけたら、もっと通過率上がるんじゃないかなと思います。まさにね、サマーインターンで振るわなかったけれど、そこから頑張って結果を残してる人がもう目の前にいるってなると、今から頑張ればなんとかなるかもしれない。卵後秋冬インターンは参加されたんですか？参加しました。通過率っていうのは上がりましたか？上がりました。それはブラッシュアップの結果ですか？そうですね、ブラッシュアップの結果だと思います。 ES の通過率っていうのも本当に格段に上がったので、よかったなと思ってます。ウェブテスト ES ですね。今の時期にやるべきことは他の人に見せるというのがやっぱり一番大切なことなんですかね。やはりその面接官、採用担当っていうのも他者なので、他者がどう思ってるかってなかなか自分じゃ気づけないので、いろんな人に見てもらいながら、いろんな人に揉まれながら、こうした方がいいんじゃないかっていうのを、まあ自分なりに改善を見つけていくっていうところがやっぱり大切なんだなって感じました。サマーの後ってどういうふうな振り返りされましたか？インターンシップに行けた企業は本当にその企業でインターンシップで学んだこととか、まあ、どういうグループワークしたとか、社員さんがどうだったかみたいなところはしっかりと文字に起こして、後ほどの志望理由とかにつなげられるようにしました。内定にこれやったからつながったなっていう行動を2つぐらい教えてもらってもいいですか？一番は面接練習ですね。やっぱり多くの仲間と面接練習を僕は年明けてほぼほぼ毎日してました、まあ、なので実際に面接官からも面接慣れしてそうだね、いろんな会社受けてんのみたいな、ちょっと嫌なこと言われることもあったんですけど、そのくらいやっぱ面接練習って大きかったなって思います。2つ目は休むっていうことですね。僕は結構やればいいって問題じゃないなって途中で分かったので、毎日の中に休む時間作ったりとか、まあ、1日2日ぐらい何もしない日あっても全然いいと思いますし、ちゃんと休んで、休んだ分じゃあ頑張ろうみたいな切り替えっていうのができていたのも良かったのかなと思ってます。でもずっと就活したら本当もうやめたくなっちゃいますもんね。適度に休むっていうのが、はい、そうですね、うん。
全然就活仲間とか作らないんですけど、やっぱダメですかね。そこに対してもし不安とか嫌だなって少しでも思ってるのであれば、作ってみるのもいいんじゃないかなって思います。僕はその悩みが結構大きかったですね。周りに就活やってる人がそんなにいなかったので、ライバルがいないみたいなのはちょっとなんかどうにかしたいなみたいなのを思ってたので入りました。なのでまあ入った方がいいっていうわけじゃないと思うんですけど、ただ入ったことによって意識高い人と毎日面接練習とかできたので、入ってよかったことの方が僕は大きいですね。まあ、人それぞれなんじゃないかなと思いますけど。ということで、内定者訪問をしたお二人から感想をいただきたいと思います。私は本当にサマーインターン落ちてしまって、もうこれからどうすればいいんだろうっていう悩みがすごい大きかったんですけど、頑張ろうっていうふうに勇気をもらうことができました。ありがとうございました。ありがとうございます。僕自身も本当に受験失敗とかいろんな失敗を繰り返してきた中で、就活成功させたいっていう思いがすごく通じたするところがあったなというふうに感じたので、いい時間をいただきました。本当にありがとうございました。最後に菅さんからお二人と今見てくださってる視聴者に向けて、なんか応援メッセージをいただけたらと思います。僕もなんか偉そうに何言ってんだってもしかしたら思ったかもしれないですけど、でもその分やっぱりたくさん失敗しました。失敗をする中で自分自身もっとこうした方がいいんじゃないかみたいな改善を見つけていったりしたので、まだまだこれからだと思うので、これからもしかしたらもっと辛いこともあるかもしれないんですけれども、ぜひ一歩一歩でいいので頑張ってほしいなって思います。応援してます。ありがとうございます、はい、就活楽しもう。せーの、じゃじゃな。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。